はい、おはようございます。釣り子 TV です。今日はですね、羽物いっぱい、ごちゃごちゃとボックスから出してきてみたんですけども、新しい仲間を一つ買ったんですよね。これタンケットですね。リンリンリンカのリンカちゃんのところの羽物っていうことで、これこんな感じのルアーなんですけどね、実は中古釣り具屋さんで、売ってたんですよね。でなんかいいルアーないかなと思って、ショーウィンドウみたいなところを覗いていたら、これもなんかアベンタクローラーって名前付けられて売ってましたね。いやこれどう見てもアベンタクローラーじゃないんだけどなと思って、この色でもすごい、このブルーヘッド超かっこいいなと思ってですね、一つ買ってきてみたんですけども、タンケットね、最近動画なんかでもいろいろな方がこれでデカバスを釣り上げる動画なんかいっぱい見ていて、もしチャンスがあれば買いたいなーなんて思っていたんですけども、なかなか新品では釣り具屋さん並んでないんで、最近、でないかなーなんて思って、ちょっと釣り具屋さんいくつか覗いてみたら、中古コーナーにこんな、多分これ新品未使用なんじゃないですかね。まあ、名前はこのアベンタみたいな名前付けられておりましたが、3000円ぐらいでですね買うことができたんで、ちょっと見ていきたいと思います。まずこの黒い目が可愛らしいですね。ぽっこりと待ち針みたいなのが2つついておりますが、顔立ちはこんな感じで、下上の方がこう平らなんですけど、下がちょっとラウンドしていて、で羽、ルアーの肝心の羽ですよね。結構大型な羽がついているなっていうこと で接続方法は結構シンプルな、昔からあるような、なんていうんですかね、非常にシンプルな付け方で、でお尻のところが後ろから見るとこうなんですけど、横から見るとこうちょっとぽっこりとフィンみたいなのがついてるんですよね。スラーッとカーブを描いてきて、ぽっこりここにの感じで見えますかね。ちょっとせり出したような、風に出ていて、そこから愛が出ていて、で今日はですね、まあサイズ感の比較っていうことで、近年羽物ブームですよね。各メーカーから何かしら羽物が出てくるっていう、こういう時代に突入しているのかなと思うんですけども、まあ釣れたのからまだ釣ってないのまで、投げてないのまでいろいろあるんですけども、ちょっとサイズ感の比較とかですねしていきたいと思います。まず持ってこの前1個変えた NZ クローラー、これと比べていくとこんな感じで、だいぶNZ クローラーがまあ際立ってでかいなっていうのがわかるんですけども、あとはペラの質感なんかも全然違いますね。こっちはどうでしょうか、これアルミ製のウィングですかね、結構軽い感じの羽がタンケットにはついてるんですけど、 NZ クローラーもゴッてくるような重いステンレス製の羽がついているっていうことで、サイズ感もだいぶこんな感じで違うので、ここら辺はまあでも使う竿はどうにか1本でこれも投げれるしこれも投げれるしみたいな竿を探っていければななんていう風に考えてるんですけど、まず持ってやっぱりでかいですね。こんな感じで、まあ、タンケットの 1.5 倍くらいあるといった感じですかね。こういう感じで、まあ、タンケットと比べていくとだいぶ、大きいのがよくわかります。次は、まあ、ダッチね、1個だけダッチ持ってるんですけど、このダッチと比べていくとダッチの方が若干身長が高いといった感じですが、ずんぐりむっくりグッドハイというか、こうこっちのがやっぱパッドで短いボディ、ダッチはまあちょっとこう流線形なベイトフィッシュライクなんて言ったらいいんですかね、なんというかこういう違いがありますが、羽の大きさはほぼほぼ一緒ですね。で一番羽の形状としてはタンケットこのダッチに似ているのかな、で
こっちには穴が開いているけどこっちには穴は開いていないということで、素材は両方とも同じだと思うんですけども、ダッチとこう羽の大きさはほぼほぼ、あとはこの曲がってる感じとかですね、これもすごい似ているので、ここら辺はそのボディのオス、トルクの違いなんか、まああともちろん泳ぎも違うんでしょうけども、そこら辺で使い分けていけるのかななんていうふうに感じております。でこれ、まあ、最近よく投げてるのがアベンタクローラーの RS、 これとのサイズ感で比べると、やっぱアベンタクローラーの方が小粒ですね。で重さも間違いなくこっちの方が重いのかなというところですけど、まあここら辺はもう羽の位置からして全然違いますし、あの形状もこんな感じで違いますよね。で接続方法なんかも全然違いますけども、アベンタクローラーはもう本当最近もよく投げていて釣ったりしてますからね、まあこういったのが、一番釣れ線で投げていくんですけども、ただただただだこういうずんぐりもっくりボディ で何にしてもこの色で釣りたいなんてトップウォーターの場合思う時ありますからね、何としてもあのかっこいいブルーヘッドで釣りたいなっていう時に、入れていければなっていうふうに思いますが、まあ、こんな感じで、羽の形状も全然違いますが、こういった、サイズ感ですね。まあ、ちょっとこれよりポンと多少雨とかあのボディの太さによってアピール入れていきたいななんていう時はこのタンケットなんか投げていこうかななんていう風に感じております。でガラッと変わったこの小型のジャッカルのマイクロポンパドール、ここら辺と比べるともう何ですかね、子供と親っていうぐらい差がありますね。これはまあ虫っぽい、なんていうんですかね、あのちっちゃな虫食ってる時なんかに使いたいなっていうルアーですけど、羽の大きさも全然違う、可愛いですねこれね、うん、でも黒目がちなところが非常に似ているっていうことで、羽の大きさも全然違っております。まあ、ここら辺はもう使い時は全然違うとは思うんですけどね、まあサイズ感の比較としてこんな感じで非常に差があります。でこれねレゼルブ1本だけ、持ってますけども、レゼルブと比べると、まあ、ちょうどこのマイクロポンパドールとの中間サイズって感じです。本当最近羽物多いですねやっぱりね、こんな感じで、羽の素材からして大きさからしてもちろん違うんですけども、やっぱこうしていろいろ比べるとなんか出しどころが違ってくるのがイメージできますね。まあ虫っぽいイメージの時はこういうの使って、ベイトフィッシュを追ってるなーなんていう時はこの魚っぽいシルエットの、ダッチですとかレゼルブチームがいて、でトルクフルに水面をベッタン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 って押したいっていう時はこういった、ボリューム感のあるデカ羽物たちがいて、でそこら辺をトーナメント仕様にいろいろ改造して改造して羽の位置までこんな風に全然変わってきてっていうところにこういった、変わり種がいてっていう感じで面白いですね。いろいろメーカーの思惑によって全然違った感じの羽物が仕上がってくるんだなーなんていうのが、イメージつくんですけども、まあ、せっかく買ったんでね、まだ10月中っていうことで11月ぐらいまではトップウォーターとか、果敢に追ってきてくれるのかななんていうふうに思うんで、まあ、まず持ってこれちょっとまだ投げてもいないんで早く台風とかで釣り行けてないんですけどね、まあ、ここら辺のとか、あとまあせっかく買ったんでこういったのとか、使ってですね羽物を頑張ってみたいななんていうふうに思うんですけども、まあ、チャンスがあったらですねどんどんしていきたいと思います。重さ測っときましょうね。これタンケットってどんぐらいの重さなのかなということで、じゃあですねこのタンケット、重さ何グラムでしょうか。 55.5 グラム、555が揃いましたね。うーん、50
5g っていうことで、まあ、そこまで専用タックルじゃなくてもギリギリ投げれるのかなっていう、そういったサイズですけども、でも結構太めの針搭載してますからね、やはり多少パワーのある竿でガツンとかけていく、感じにしないといけないのかなということで、まあ大体じゃあこの NZ クローラーがまあ 87g ぐらいなんで、まあでもおよそそうですね 30g、 まあ 20-30g ぐらい重さ違いますからね、同じタックルでできるのかといったところですけども、まあというわけで本日はですね、この新しくですね羽物結構いろいろ投げ比べてみているんですが、新しくですねタンケットを一つ買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。